はい、皆さんこんにちは。佐賀キャンスでございます。まもなく4時になろうとしてますね。3月は22日、の金曜日でございまして、まったりとした午後ですね。もうこの時間になると日が入らなくなってですね、ちょっと寂しいんですけども、千代田区は12度でございまして、この部屋はですね、暖房入れずに19度ですかね。はい、そんなに昨日ほどは冷たくありませんね。はい。で、結局今4時ですから、上海終わりかけてますけども、マイナス27。まあちょっと戻しましたね。はい。日経平均はいくらやったかな？プラス72で終わりましたね。48,888と。まあ末広がりでいいんですけど、来週どうなるかというところでございまして。香港ハンセンはまだやってまして、-361と。もうこっちもちょっと戻しますね。16,501というところでございまして。はい。ドル円はですね、151.27 と、まあちょっと円安気味でございます。ドルウォンはですね、1339と。また押し返されてますね、ちょっとね。1342、まあね、行こうか行くまいかというところです。そのウォンの国の話はですね、いろいろ面白いですけども、チョソンラインにこれは昨日の17時に出た記事で、張愚久支持者こそ無限地獄に陥るのではないか、寄稿という記事があって、まあちょっと読みましょうか。あるミニ政党が指名した綱領の一つに多くの人が衝撃を受けた。内容はおかしいわけではない。大学入試をはじめ、公務員、や公共機関職員などさまざまな選抜過程で、地域別所得別機会均等選抜制を拡大するというこの聞こえの良い文句が嘲笑を浴びたのは、綱領を指名した政党が張愚久元総理大教授が旗揚げした祖国革新党であるためだ。ここまで来ればうんざりするのも当然だ。法務部長官に指名された張氏を検証する過程で、その家族の醜悪な実態が明らかになったのは4年7ヶ月前の2019年8月だ。正常な人物ならばすぐに長官職を敷いただろうが、著氏は何の過ちもないと持ちこたえ、共に民主党は家族全員を一家断絶の状況にまで追い詰めていると検察を非難した。支持者らは検察庁前で張愚久を守ろう、検察改革を叫んだ。いわゆる張愚久問題の発端となったのはなったその当時、人々は裁判所で有罪判決が出れば張愚久問題は終結するだろうと考えていた。2020年12月、著氏の妻、チョン・ギョンシム氏に一審で懲役4年、の言い渡された。まあ、以下続くんですけど、この辺、覚えてらっしゃるでしょうか。疑惑の玉ねぎ男というのがありましてね、大人には。そいつが法務大臣をやっていたんですけども、その法務大臣、の身辺を洗うとですね、奥さんは大学教授なんですけどもですね、娘がですね、どうもですね、経歴詐称というか、まあ、偽りのですね、事実を示してですね、医学大学院ですね、医大の、まあ、大学院に入っていたというのが分かって、そのですね、偽造のですね、経歴の中には奥さんが自分の勤めていた大学教授なんですけども、の学長のですね、委員が降りたのったら、何やったかな、なんとか少女みたいながですね、入っていてですね、それでこの奥さんは、まあ、いわゆる日本風で言えば、有印私文書偽造でですね、懲役刑を受けて、今刑務所にいるんですけどね。まあ、出てくるわ、息子のですね、大学の試験とかもですね、家族グループでやっていたりとかですね、まあ、ずるいことやりまくってるわけですよ。で、結局、娘さんはですね、医学大学院を出て、留年しながらもですね、なんとか医師国家試験に受かってインターンをしていたんですけども、そのインターンをしている途中でですね、大学と大学院入学、ともにですね、インチキをやっていたということで取り消されたんですね。で、まあ、医師の資格を失うはずなんですけども、その裁判がどうなったかっていう記事は見ていません。
で、まあ、医師は辞めてですね、その娘さんもまたすごいんですよ。で、ブロガーかなんかになって、こう、人気を博してると。で、ご本人もですね、この前有罪判決が出たわけですね、張国さん自身も、元法務大臣。法務大臣は1ヶ月半ぐらいやった方はですね、有罪判決が出てるんですよ、一審で。で、今、控訴中なんかな。あ、二審で出たんや。二審でも有罪判決が出てですね。で、控訴中なんですけどもですね、その張国さんがですね、新党を作ったんですね。いわゆるまあ犯罪者ですからですね、まあ今の正式な野党からはですね、出せないわけでしてですね、で、新党を作ったやつ、その新党はすごい人気なんです。あのね、すごい人気でね、どうやらですね、54議席ある、なんて言いますか、比例代表のですね、10議席取るんちゃうかぐらいの、それくらいの勢いがあるんですね。4月10日にお隣は総選挙ありまして、300のうち240いくつがですね、小選挙区でですね、50いくつが比例代表なんですね。比例代表でですね、小選挙区っていうのは二大政党のどっちが取りますから、あんまりそう、望みはないんですけど、小さな政党にとって。比例代表だけなんですね、望みがあるのは。それがですね、5分の1ぐらい取るんちゃうかと言われてるわけですよ。張国の新党が。いやー、で、ご本人も多分そこに入るんで、国会議員の資格を得るかもわかりませんが、資格を得て国会議員やってる最中にですね、第三審がでですね、控訴棄却とかになって有罪が確定すれば収監されるんですね。要は刑務所に行かなければいけないわけですね。いや、しかしそんな政党にですね、8% とか 10% の支持率が来てるんですよ。あの国はね、いかにですね、なんて言いますかね、犯罪に甘いんです。法律を破るっていうことに関して、日本の一般的な感覚とは違う感覚があるんですね。いや、だからね、彼らってね、国際法をですね、破ったりするんですよね、簡単に。そういうルールとか法律とかっていうものは別にそこを乗り越えて違反して何かやるってことに関して心理的なハードルがですね、日本人と比べて著しく低いんちゃうかなと。だから平気で約束破りますからね、ルールも破りますし。いや、だから本当にね、やっぱちゃうわという感じがします。この一言、この一つの事実をとってもですね、ああ、お隣さんって違うんやなと。この、せこい犯罪ですよ。娘の大学入学のためにですね、ありもしない経歴をいっぱい入れるとかですね、ありもしない論文のですね、ありもしないというか、ほんまは書いていない論文の名前を連ねているとかですね。まあ、日本的にはしょうもないせこいですね、犯罪をしてですね、まあ、それでも重大犯罪なんでですね、有期刑ですね、実刑を浴びるぐらいの、そういうせこいことをしたおっさん、の政党がですね、すごくですね、支持率を集めるって、何なんそれって話ですね。日本でも例えば鈴木宗男さんという方がね、いわゆるですね、こう、まあ犯罪者になって刑務所に行かれました。で、彼の場合はね、見てるとね、あれは政府がこいつ鬱陶しいからと、犯罪に陥れたような感じがするわけですね。プンプンと匂ってるんですよ。佐藤正夫さんと一緒にね、ちょっと出しゃばったことをやりすぎたんですね、外交面で。それで犯罪に陥れたわけなんですけども、そういった場合ね、別にね、彼が再びですね、公民権を回復して、国会議員になるにつれてはですね、そんなに抵抗はないんですよ。そんなにない。あるいはその堀江門さんがね、また選挙に出るとか言うたらですね、あれもですね、まあ、確かに良くないですけどもですね、そういうなんていうか、しょうもないせこい犯罪ではないんですよね。まあちょっとですね、証券のルールを破ったと、破ってずるいことをしたということであってです、そういうね、せこいしょうもない匂いはしないんですけど、娘の経歴を偽ったために、自分の大学のですね、学長の院の入った証書を作ったなんてのは、超せこいでしょう。日本の感覚からすると、超せこいアホなしょうもない犯罪で、超恥ずかしいことでしょう。それをやった人間が堂々と神道やとかって言ってたわけですよ。そこにまた、支持が集まってるというね、ちょっと信じがたい状況ですね。で、多分来月10日が投票日なんでですね、この張国さんのですね、神道はですね、それなりの議席を得るし、ご本人も国会議員になるんちゃいますかね。
この方は本当はムン・ジェインさんという前の大統領の後継者の第一番だったんですね。それがこのせこい犯罪がバレてですね、今や犯罪者同然なんですけども、有罪判決受けて確定をしてないっていうだけで、がですね、もう、あれは俺が悪いんちゃうみたいなことを言うてですね、許されてっていうか、世間のある程度の人はですね、それをですね、こう、その主張を認めてるわけですね。実はこの人がですね、法務大臣をやって満身創痍になって降ろされる時も数十万人の人がですね、長国を守れってデモしたんです。信じられへんわと。いやー、つまりやっぱりね、クリミナルな行為に対してですね、日本とね、お隣さんは全然違うんですよね。まあ、だから大統領でも平気でですね、その一線を越えたことをやらかしてですね、で逮捕されて捕まってみたいなですね、有罪判決受けてみたいなことがあるわけですけど、まあね、よく見てるとね、パク・クネさんなんかはしょうもないおばはんですけど、はめられたなという感じはするんですけど、実際しょうもないことをやらかした大統領いっぱいいるんですよね、お隣さんは。だから、ノムヒョンさんなんかは、あれ、多分しょうもなすぎて、恥ずかしすぎるから、自ら極端な選択をされたんだと思うんですけど、前のムン・ジェインさんも、まだ逮捕されていないのが不思議なぐらい、なんかしょうもないこといっぱいしてるんですよね。で、今の野党代表の、イ・ジェミョンさんという方もですね、こいつは本当にしょうもない、しょうもないというか、せこい、ずるいような容疑がいっぱいかけられてるんですよ。それが、堂々と野党の党首だ。あんたら一体どんな国やねんというふうに私は思いましたね。はい、あんま言うてもしゃあないんで、この時やめておきましょう。この著作オンラインのですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。